どうもタブヤンです。今回は2018年3月23日金曜日、この週末にね、大会を予定してたんですけど、トゥームレーダー大会ということで、プレイステーション1のトゥームレーダーシリーズをね、楽しくお届けしようと思ったんですけど、難しいね、トゥームレイダース。トゥームレイダース1と、それからトゥームレイダー2、プレイしてみたんですけど、思ったより難しくて、ビクターさんのゲームなんですけど、全然プレイになってませんでしたね。それで、続編のトゥームレイダー3も、先ほどプレイしたんですけど、トゥームレイダー2まではビクターさんで、3が、エニックスさんのメーカーが変わってて、で、操作性とか変わってるかなと思ったんだけど、難しさは変わらず、しっかりトゥームレイダー2を継承してましたね。ララクロフトちゃん可愛いんだけどね、操作は鬼のようでしたね。あと水中に潜ったりするんですけど、もともと私金槌だけど、さらに泳ぎが難しく、トゥームレイダー3プレイしたんですけどね、ちょっと動画にするのは諦めました。ということでお詫びなんですけど、明日もこの週末ね、金曜日土曜日でトゥームレイダーシリーズプレイしようとしてたんですけど、企画倒れかな、ちょっと中止しまして、緊急企画、明日は RPG 大会を急遽開催したいと思います。毎週1本でプレイしてる、RPG がね、ビックリマン激闘聖戦士とファイナルファンタジー9をやってるんですけど、もうファイナルファンタジー9に至っては1年以上続けてるので、ちょっとたまにはね、ビックリマンとファイナルファンタジー9を中心に、まあもしかすると他の RPG もプレイするかもしれませんけどね。明日ね、朝9時から休日なんでね、まあそうですね、午前中からプレイでき次第プレイしたいと思いますので、ちょっとご期待に添えず申し訳ない。今日はね、トゥームレイダース楽しみにしてた方、ぜひね、3月今週からだと思うんだけどね、トゥームレイダーのファーストミッション、最新作、映画に合わせてプレイしようと思ったんだけど、映画は面白いのでぜひ見に行ってください。予告編しかまだ見てないけど、よかったらね、見に行ってください。それでは明日の RPG 大会もお楽しみに。